今日も CH2020 をお聞ききいいたただきありがとうございました今日は千景さんがお仕事ということであの私は一人でそして、ね、珍しくインカメで撮っています手疲れますねこれはえー、今日の放送は今年度最後の放送ということで振り返ったりもしてきましたけれども皆さんにとって今年1年は今年度1年はどんな1年でしたでしょうか、まあ、ちょっと反省もある方もいると思いますしもう本当に楽しかったいいことしかなかったっていう方も いらっしゃると思いますけれどもそのねなんか今年度を踏まえてさらに来年度いい1年にできるようにねお互いに頑張って参りましょうなんか大と何言うかなえっ、ー、と髪を切りました先週の youtube でこの後髪切りに行きますよなんて言ったんですけれども本当にね人生初のショートカットということで今服装どういうのが似合うんだろうという悩みも生じていますので よかったらね、番組宛にメッセージを頂い,いて、えー、ショートカットにはこんな服装似合うんじゃないですかっていうアドバイスもねお寄せいただけたらと思いますあと今日はね山本さやかさんがゲストにいらっしゃったんですけれどももう本当にね可愛くってかつ音楽に真摯に向き合う姿勢がとても素敵だなと思いましたタイムフリーでも聞けますので是非ラジコでね、えー、3時8分頃から3時8分頃からですね、えー、ご登場いただいてますのでそちらもどうぞ ご覧、ご覧くださいじゃない。お聞きください。それでは来週から、えー、2019年度の CH2020 スタートしてまいりますのでね、そちらもどうぞよろしくお願いします。今日もお聞きいただきありがとうございました。